皆さんどうもどうもよろしくよろしくドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。ということでやっていこう。前回ね、勇気最後あって終わったんですけど、まあ今回もね、デカブツは俺の獲物だけどな。いやー、いい感じに敵がヘボいってね。3匹は倒したよ。素晴らしいね。何今の41、え、 EP 奪うやつおったんか。そんな気が。一発ももらわなかったぜ。ちょっと待って、これは、あ、これか。あ、なんかちょっとまだ行ってないところいっぱいあるから、ちょっと一旦先そっち行きますわ。確かね、向こう側行ってなかったよね。こっち来てもうてんけどさ、あ、こっちで合っててんね、行く場所はね。うん、それならそうと、さっき言ってよ。よし、まあこの中探索しながら、探検しながら、こっちも一緒やろっていう剣っていうことなんで、まあ、やっていこう。よっしゃい、よっしゃ、2枠モンスター、いや4枠モンスターがおる。グラビティブレス、ポイズンやし、しかもマジか。よっしゃ、ナイス。おお、終わった。おっしゃ、終わった。ああ、ありがとう。ありがとうやな。なんでさっきからレベルなんかめっちゃ上がんねんけど、なんでこれ、なんでこれ、ちょっと怖いんやけど。このレベルの上がり方がめっちゃ怖いんやけど。さ、きっとそれの、はい、出てくる原因は獲得経験値にあるね。高いからここ。それのせいで結構レベラーが上がりやすくなってるような気がするよ。私の技を見せてあげる。上がれなさい。だからね、ここでできるだけレベル上げていきましょう。行け。よっしゃ、あ、怖い。それ、どうしよう、痛い痛い、痛くはない。ちょっと待て、ついてこれるかい。ん、何、え、何が起こった今、最後泣かれなさい。どうしよう、どうだ。オッケー、1匹倒れた。どうしよう、ちょっともう1匹倒れた。で、最後、オッケー、いけた。よし、さらに、おお、レベル上がった、アズマ。アズマとかほとんど上がった。グリムローズだけじゃ。なんで、何だっけ、あの名前。あれ、何、どういうこと。切り替えスイッチが動いてるわ。どういうことって、え、普通動いてるもんじゃない。切り替えスイッチ、ええ。普段はアジトの方までレールがつながった状態にしてあるんだけど、レールの接続を操作する切り替えスイッチが動いてしまっているの。スイッチを操作しないと先に進めそうにないわ。一体誰がこんなこと。まるで俺たちがトロッコに乗るのを嫌がっているやつがいるみたいだな。スイッチを動かした犯人はトロッコに乗るのを嫌がっている人間ってことね。なるほど。なるほどで、え、分かってんの。うん、ライガー、残念だわ。あなたが犯人だったなんて。カリン様、カリン様。冗談よ、ライガなわけないじゃない。私たちと一緒にいたライガにはアリバイがあるんだから。アリバイがあるんだから、ね、アリバイとかそういったことではなく、うん、そういったことではなく、もう分かってるわよ。冗談が通じないわね、まったく。片渕なんだから、ほんまに、ね、とにかく先に進むには切り替えスイッチを動かしてレールをうまくつなげ直さないといけないってことだな。そうそう、じゃあやってみましょう。あ、うん、え、これ、どっち、どっちだ行くの。あのさ、ちょっと、え、え、こっちはあれ取れるとこやんな。あれ。あれやな、ほんま。どう動く。え、何か変わった。え、ちょっと待って、
いやえこれ行かれへんやんか。えこっち行かれへんやん。えどういうこと。最終的に来るところかなら。いやちょっと待ってマジで。なるほど、向こう側先行っといて、で後から向こうで何かすることがあるんやろうね。そんな気するわ。出なけりゃあんな切り返す位置なんてないやろ。油断はするな。まずはここから乗ってきたわよ。スイッチ。それは予想外やったもん。予想外。切り替えスイッチがね、まずのがちょっとどうできるかわからんかな。ちょっと怖いな。獲得ゲージにすんやって、やば。やばすぎやって。これ下行ってあっちなんかあるやろ。見ていきたい、見ていきたいよ。よしこっちやろ。ああコアかこいつか。よーしまあ普通に勝てることを祈ってやっていきましょう。おっとよし、はい、結構硬い。ほんまに結構硬いねこれ。おーし一匹は倒した。オッケー、ちょっと待って。ああまあ勝てる相手やわ、うん、でも相手強っ。なんか相手強っほんま。よいしょ、ほらよいしょ、いけねえ。え、なに、うわ、あれあ、こ、お水、ちょっと危ない。元気になって。元気出たぜ。よし、ちょっとそういうのいらんから。ジェネルシールズ死んでまうから助かった。まだ助かった。あ、終わった。誰でしいです。死んじゃったよ。よし、いい感じ、いい感じ。 OK OK。 ちょっと、おい、やばいって。こいつ強い。こいつ強いよ結構。え、何、どうした。どうでしょう。ほらやっと。ほらよいしょ、終わった。ようやく終わった。ようやく終わったよ。もう1800。マジでそんなにもらえる。アズラエルコア、こいつさ、あい、出てくるんかい。ちょっとね、アズラエルのあのコアってさ、きっと味方を回復させる術の持ち主やな絶対さ。でも自らも回復できるのは相手の方がいいじゃん。アズラエルいいやんか。カリンに変われるぞ。アズラエルはなかなか良さそうやな。いい調子でいけたかな。安心は身を滅ぼす。うわ、ちょっと待って、ダリアシールズちょっと VP がなくなってきてるよ。どうしよう、一旦変えるか。それ以前にさ、ここ広すぎ。ここ広すぎな、ほんま。よっしゃ乗ろう、しゃあない。そうで下行く。で
あ、これで下行く。で、こっちに来ると。なるほど。タイガ大丈夫か？また戻してないやろな。まだ戻してないやろな。さっきあんだけ乗っただけでも結構来とったからな。相当な乗り物良いやぞ、あれは。やってやるぜ。乗り物俺したことないから分からんけど。まあ、かっこいい。ちょっと危ないかなって思ったのが、船乗った時にさ、あったんすか、中学の時かな、なんかホエールウォッチングとかなんかあって、なんか修学旅行とかなんか、それでなんかちょっと、あ、これ寄ってきてるっぽい感じがするっていうのがあったのは、うん、それが初めてで最後やった。そんなにね、寄ったことはない、はっきり言って。だから酔う人の気持ちは分からないっていうね。お、4000 TV もおらんの、すごっ。おい、また出てくるね。まあいいね、まだなんか残ってる、なんか近づく感があったらなんかちょっと、それちょっと下げてる。どうした、行ってきなさ。めっちゃ強いな。それ以前にさ、ちょっと回復したいんやけど、 VP がなくなってきてる。獲得 SP もやばいなって。あ、そうや、あれいけんじゃね、前回ね、確かあったから、あったからってさ、スキルね、アツマ習得サポートの方でね。お、1万3000もいってるかな、すごっ。よっしゃ、よっしゃ、これでまああとは援護で関節もやっていて、こいつもやっていけばいけるんじゃないかなっていうね。こいつは援護とかいらんねやけど、まあ今何もねえし。次何か来るまでの間のつなぎで突き出るだけなんでね。よいしょ。これさ、先にあれやっててよかったんじゃん、ふと思ったもん。あれ、また戻らなあかんやんか。よっしゃ、あっちから戻ってきて、ここからこう行ってここに来る。あー、ショップはあるんや。え、ショップあるんやったら VP 回復するやつもあるんじゃないわ。ないわ。マジか、ゴーリム生成しとこう。 NB デストロイヤー、アズラエル、アズラエル好きかも。なんかちょっとダークソニック、アンプロトソニック、 HP ドレインボイスでキュアボイスがある。あれ、あ、合成できへん。あれ、何が足らん。あ、ジンの星屑が足らん。まあ別にいいか、今のところはスキル購入の方に回しておくにはね。メガフローと2500やから、これ、あ、別にちょっと怖いし。メガシュート、ハイヤースクラウド、何これ、放つ剣スキル。へえ、あ、関節攻撃なんやこれ。あ、ちょっと欲しいかも。あ、欲しいかも、ちょっと。あ、やってもうた、やってもうた。あ、マジか、これちょっと売る。売るやろ、これ。20個ほど、いや、2000ぐらいいったら、41個、いいか、41個ぐらいいったらいいか。スキル購入、どうだ、いけるか。いけた、よかった。で、ちょいとスキルを見ていこう。違う、間違えた、ライガー
スキル習得、スキル。ファイヤースクロール、いけた。やったー。メガブロー。無属性の強パンチ、強パンチね。所持 SP ないな。あれリカバーボディ、え、なにこれ。そんなあったんや。え、いつ俺それ手に入れてたんやろうか。おお、出てきた。ちょっと待って、あれいつ俺手に入れてた。あ、あの時か、コウと戦った時かな。そんな気がする。よいしょい。そうや、セットしてない、セットしてない。ちょっと待って、強っ。やろほんま。ちょっと待て、よいしょ。一気に倒れた。オーケー。おお、2決め倒れた。いや、いいね、素晴らしい素晴らしい。よっしゃ、勝ったぜ。何もイエスさ言うことはない。こっちはあかん、こっちには何もない。うわ、無駄足や、無駄足や。チェー、また出てくる。ここでさっきと同じとこじゃねえか。じゃあやっていこう。さっきはあれやったから、出かけりゃいいってもんじゃないぜ。ちょっと VP がちょっと不安やな。ここにさ、バイタルポイント、バイタルポイント。まだ超こっち食らう。あ、向こう何かする、何かする。 PRM 配分レッパー上昇する。よっしゃ、でもこっち倒す。おお、強かった強かった、ありがとう。せんやもんな、だいぶいい感じやね。お、ここまで来ればアジトまでもうすぐよ。あのさ、何？うわ、カリンちょっと怖い。カリンはどうやがデビルゴーレムを。いや、なんでもない。途中まで言いかけたなら最後まで言ってくれるかしら。なんでもない。何よ、煮え切らないわね。悪かったな。ええ、悪いわよ。悪いわよ。だいたい横浜シティの時からあなたは。カリン様。何よ、また怪しい気配。仰せの通りです。え、なに、うわ、あかん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 。ちょっと待って、レオンタウルスみたいな。いや、遊戯は違うけどね、遊戯は違うけどね。うん、なぜかそれを思い浮かんでもらったほんまに。最近まだね、デュエルリンクスの方やってるんですよ。結構硬っ。うわ、結構強っ。まあ一回攻撃やからまだマシだけど。おー、いいね。ノーノーノーウェーイ。いた、やられる。マジか。あ、いけた。でもいけた。やった、さらに磨きがかかったわ。 VP やば。片付きました。そうやな、片付いたな。何なのよ、こんなゴーレムが行動に出たって話聞いたことないわよ。しかし現れたのは事実、それに気のせいかもしれませんが、ゴーレムが現れる前怪しい人影が。誰かが私たちに消しかけたってこと。御意。上等ね。まあいいわ、アジトに着いたらレジスタンスの情報網を駆使して私たちを襲った大バカを突き止めるまで行く。襲った大バカね、大バカなんや。アツマよりもバカなやつってことね。クリア専用の、カリン専用のクリアダンスって手に入れた。え、なに、カリンクリアダンスって何、クリアダンスって何。ちょっと見させて見させて。それ習得スキルの声な、クリアダンス。あー、全ステータス以上解除。まあ取っとくか。メガブロまだ無理か。メガブロちょっと欲しいな。はよ、行こうか。じゃあ行くぜ。
どうだ？あ、なんかあった。500TV500 かよ500かよって言うなに。よう、カリンさん、調子はどうだい？100の黒き文句を持つ男。マジでそんなに黒き文句を持ってん？俺にもちょうだいよ、ちょっと。まあまあだわ。アジトの方は変わりないかしら。なんだかやけに警備が厳重なようだけれど。ん？ああ、ついさっき不審者が侵入してきてな、密偵だってんで大騒ぎになったところなんだ。密偵？どんなやつ？勇気じゃね？密偵らしくないやつだったな。絶対勇気やろ。密偵らしくない？密偵？ああ、なんだか随分派手な格好をしたやつだった。ちょっと心当たりがあるけど、まあいいわ、後で確認する。心当たりやろ。そいつは？そいつ？ああ、ハツマのことね。仲間に入りたいって言うから連れてきたの。素性は確かよ、横浜の学園の出身。へえ、横浜ね。横浜ね。これからリーダーに紹介しようと思ってるの。そうかい。ま、カリンさんが連れてきたんなら通りな。お、ありがとう。え、こっちなん？え、こっちなんや。え、行く場所こっちなんや。向こうじゃなくてこっちなんや。ちょっとそれがふと思ってもた。あっちが場所なんかなって、その場所なんかなって、ね、ふとね思ってたんやけど、まさかこっちが本場所だわ。びっくりした、マジで。ほう、こんなところか。え、どこ？ああ、あの、あのあそこか。なるほどね。にしても高いな場所。怖いわ、俺公式をしようから。だからね、ちょっとね、なんていうんですか、あの重力系のゲームあるじゃないですか。これは怖すぎる。信者もリーダーに優しするのがこのグラフ。おー、ありがとう。そのウォールグラフィティーズもね、ちょっと苦手やなって思いながらね、顔を持ってくる。やっぱ無理やった、やめとこうと。なんかふわっとした感じになるのが嫌やから。もともとアンチャーテッドの方もね、まあやりましたけど、なんか気持ち悪かったし。最終的には慣れたけどさ、なんかやっぱ怖いねんな、はっきり言って。え、どこに行きゃいいの？まあ敵出てこんからまだマシだけどさ。ゴンドラに乗ってって言ってて。ノルメ遺跡広場。え、こっちでやってんの？なあ、ちょっと。ちょっと俺全く分からんときだけど。え、もうちょっと探索すべきやったかな。ノルメ遺跡。あ、回復できるベビーさせて。ありがとう。やった。ちょっと待って、どいつ？こいつか？うん。うん、わかった。ありがとう。え、どこにおるって？どこにおるって？いや、ちょっと待って、ほんま、全くわからんねんけど。人がおるところ来てんけど。作戦室、あー、ちょっと待って、一旦入ってみていいかな。入ってみていいかな。なんかいろいろあるからさ。きっとなんかキャラが出てるやつやろ、出てるやつやろ、なんやろうけどさ。1000TV ありがとう。まあ違うな。どこにあおんの？ちょっとマジでわからないけど、ゴンドラに乗って行ったところにおるって言うとったけど、どこ？あ、陽石出てきた。陽石出てきた。何この、
何か上にも持ちたそうな銅像言い方やね。持ちたそうな銅像、何かを持ちたそうな銅像、そんな銅像あったら面白いな。じゃあどこなんやろ。そいつ行ってから今回は終わりたいんやね。お、こいつこっちやんか。え、こいつやね。おや、あ、こいつやちょっとキャラが立ってたから、あ、俺こいつじゃねって。いやー、カーリン君じゃないか。戻っていたのか。ええ、ついさっきね。そうか、ちょうどよかった。今日集会を開く予定だった子だよ。でもそうなん。そう、間に合ってよかったわ。ところで彼は陰気なエンチャンター。陰気なエンチャンター。ローテーション集まよ。ローテーション集まる。仲間に入りたいって言うから連れてきたの。訳あって今はちょっと陰気だけど、それは気にしないで、信用はできる。私が保証するわ。そうか、ならば共に戦おうじゃないか。仲間は多い方がいい。よろしく、アツマ君。よろしく本当に陰気だね。本当に陰気だね。まあいいさ、とにかくよろしく頼むよ。集会までにはまだ時間があるから、それまではゆっくりしていてくれたまえ。私は不審者の取り調べがあるから、これで失礼するよ、うん、行くぞヘイ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 。やったら調子乗ってこ何こいつ、頭ハゲてるやん。大丈夫そのハゲ方。何あいつ、なんか気持ち悪いわね。新参者のようです。まあいいわ。あいつやろ、出て消しかけたん。集会まで時間があるみたいだから、ちょっとブラブラしてましょう。うん、ブラブラしてましょう。ということでね、今回これぐらいにしときましょう。では次回の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。